はい、皆さんこんにちは。今回のテーマはビヘビアツリーで使われるサービスになります。サービスっていうのはティック感覚で処理を行う、ノードになります。ではビヘビアツリーを開いてください。今は、ランダムな位置を取得して、そこに行くような処理をやっています。一応様子だけ見ておくと、こういうふうに、ランダムに動いています。で、サービスはこういうコンポジット系ですね。この3つあるコンポジット、もしくはこういうタスクですねにアタッチすることができます。で、使い方は、デコレーターとかと一緒で、右クリックでアドサービスで、デフォルトで用意されているのが2つですね。で、このデフォルトフォーカスっていうのがここに設定した、値に、フォーカスするっていうもので、例えばこれを今セルフアクターになってるんですけれど、それをターゲットアクタープレイヤーですねにしてみますと、で、コントローラーの方で今、ターゲットアクターを、プレイヤーの値を、入れています。なのでこれプレイヤーの方に、振り向くっていう感じです。なので今見てもらうと分かるように、移動すると、常にプレイヤーの方に向きを変えるというのが見て取れると思います。で、このサービスですけれど、このサービス自分で作ることもできて、作るのは、今までと同様に上の方のニューサービスです。これを押しますと、新しい、ブループリントが開かれるので、ブラウザーで戻ってもらって、名前をつけます。例えば、プレイヤーの位置を取得して、そこに行くみたいなことをやりたいと思います。で、サービスを作るサービスのノードは、ここのファンクションのオーバーライトの、レシーブティック AI を、出します。で、ワイヤー引っ張って、セットブラックボードアズベクターにしましょう。で、キーはプロモートトゥーバリアブルで、ターゲットロケーションでいいかな。目玉を置きますと。で、位置はプレイヤーの位置なんで、ゲットプレイヤーキャラクターの、こいつの位置を取得したいんで、クッターロケーションで、こうすると、アクターロケーションの位置が、ここに代入されるようになります。で、ビヘビアツリーに戻ってもらって、これはいらないんで、この辺消しましょうか。で、アドサービスでさっき作ったサービスをアタッチします。で、ここのターゲットロケーションキーを、ターゲットロケーションですねに入れます。で、こうしてこうしましょうか。これでプレイヤーのロケーションを代入して、そこに行くみたいな感じですね。やってみましょうか。これでプレイヤーの後を追いかけるようになってます。プレイヤーを追いかけるっていうより、プレイヤーの位置を取得して、そこに行くっていう感じですか。こういうふうに、サービスはティック感覚で
まあ、やりたいこと、もしくは、ブラックボードの値を更新、ディック価格で更新したいときに、まあ、こういうふうに使います。まあ、今回は、まあ、そんなに難しくなかったと思うので、まあ、これぐらいに して、まあ、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。